わ国ト月曜日はいかがでしたか皆さん川から見てるなんで川にいるんだ娘の風邪をもらいました寝てました今日誕生日でしたよ誕生日ばっかりだね仕事気圧がやばいああ今日やばいかもね今日仕事行って明日休みで明後日は在宅です在宅ワークまだあんの超いいねワンピースと着物ちゃんの動画交互に見せありがとう 明日プールなの応援して。プール嫌なの体調悪くて動けない。頑張ってください。<laughs> うん、よく休んでください。和国の中で彼女作ってもいいのでしょうかはどういうこと <laughs> いや、いいじゃん、別に。悪いっていうふう,うな風潮あんのねえだろ。出会い中なのかと思いまして。い出会ってもいいじゃん、別に。仲良くなればいいじゃん。何が悪いの振られたのお前。もしかして。振られた なんでなんかにわせがあるんだけど何があったか今書けここにあのー、具体名は出さずにどういうことがあったのかを書けよ思い当たる節があるんだろう元彼は国だった今小栄とものトップしてるらしいどういうこと小栄とものトップって恥ずかしいんだがいやなんか思う節があるからとかなんかを見てそうやって言ってんじゃないのだから誰々がこうしたんじゃなくてえっとこういうことが起きたってことだけ教えてくれればいいじゃんそれじゃなくてなんかただ嫉妬してるだけよう分からんけど 彼女が欲しいだけです。別に彼女を作ればいいじゃん。作ればいいじゃん。<laughs> いや別に作ればよくない頑張って。ぶっちゃけ付き合ってるのか付き合ってないのかわからない。誰が君たちの恋愛でってことどうでもいいわ <laughs>。どうでもいいわ。君たちの恋愛なんて。勝手にすればいいじゃん。勝手に別れればいいじゃん。いいじゃん。今彼女と別れそう。へえ。問題を起こさないゆっくりやっていきます。な、な、何を。 問題起こしてもも別にいいいいわわ犯罪じゃなければどうでもいいわお前らのそういうのなんかマジで興味ないから犯罪とかねしたらあれだけどもう裏でコソコソやってたらそれバレるんちがう,、うん、うバレるっていうか別に言わなくていいだろう <laughs> しかも今のが感じだったら1回だけネタにされて終了とか15分とか5分だからなネタにされんのそれも嫌だったら別に付き合わなければいいんじゃない あと、バレないように付き合えよ。バレるように付き合って、見せびらかしたいんだったらやめとけよ。と思うけどね、俺個人的には。そんなに好きなの。そういう好きな子いるとかあんの。マジか。おめえらの中にそういうのってどうやって繋がるの着物クラブかそれで繋がるのか。えぇかっこいい人から DM 欲しいのに、キチー牛インキ君からしか DM 来ないぞ。<laughs> おい。 ちょっとそれ送ってきてくれ。お、君がもうモテることはないだろうけど、あの、俺のネタのために頼む。今、俺に送ってきてほしい。どういう DM が来てるか見たい。一覧で。配信にはさらさない。頼む。君の、あの、がどういう人から好かれてるのかっていうのを知りたい、僕は。<laughs> いるわ。<laughs> <laughs> では、あの、思ったよりちゃんと出会い中だった。 俺たちが思うはるか上を行ったちゃんとした出会い中だった。え、これ和国じゃないでしょえー、見たことないけど。どっちも和国。え、もう一枚はん<え>あ、本当だあ、ちゃんと出会い中いるわま、これいるわってことだけ伝えとくわ。あ、そうなんだ。あんま引っかからねえようにな。出会い中っていうか、顔を送ってた。顔が和国だった。本当はっは。モテでねえんだろうな。 いや、晒さないよ。晒さないけど、俺だけ知っとくわ。面白いわ。お前らそいつおらんの私女の子で写真とか上げてるけどめっちゃ口説かれますみたいな。いない和国顔ってどんな顔あー、そうだな和国顔は、まあ、あの、黒髪の地球キャだね、男は。鳥鉄みたいな人たち。女の子は、あの、そこそこ。まあ、全部が普通。下の上から多分中の上ぐらいまでが上限値だね。男は地球ばっかりだよ。 自由 <laughs> って言い方あれだけど、普通の人。5強化5強化合計15点でした。どうやったら5強化15点取んのお前、問1で終わるやん。私の顔は下いやいや、下とかないよ。顔のことは言ってねえだろ。学力の問題だわ。あ、あマジで。あ <laughs> はやばそうえ、なんで、ちょっと見、みちょっと見たい見たい。この人が一番やばいっ,ってアカウント遅れてきたんだけど、全部、あれされてフォローされてるわ。ちゃんと、フォローされてる俺。 マジでじゃ、じゃ、確かにあんまりコメント欄にはいねえわ。知り合い全然知らない。え、今気づいた。あ、こんな人いたかなっていうレベル。まあ、ちゃんとやることやってんだね<ス>。したいんだろうね。普通のエンジン<ス><ス>、したくてしょうがないんだろうね。まあ、気持ちわからんでもないよ。す<ス>爆発。んどんなこと書いてたのあの、まあ、あの、な、なぜか顔写真を交換してるな。 交換というか一方的かなこれは。<laughs> なんか、わからんけど。しも撮り方がさ、真正面カメラなんだよな。やっぱ、わかんねえんだろうな。真正面カメラ。いや、ノーマルの、ちょっとかっこつけた。送り直し、あ、これか <laughs> 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 本当だ普通に、うわ、これ企画にしてえわ。<笑><笑> <laughs> あはあち,ちゃんと犯罪者いるねちゃんと犯罪者っぽい人いるわ。うちにも。よかったうちも正常である意味。 そ、ね、そんなしたい悪いけどそんななししたたいいい悪けどの気持ち悪本人がやっていいよって言ってるからいいと思うけど俺はこういうやつら気持ち悪いなって思うっていや別にこういうやつらって出会い中でしょ要するに出会ってなんかさ、うん、まあ気持ちは分からなくないよ君の言いたいことはすっごい分かる、うん、分かるけど別に犯罪じゃなければ別にいいやんって。 キモちゃんはワ国の人とやりたい。いや別に好きになったらやるんじゃない好きになんなかったらやらないよ、そもそも。出会うまでのドキドキがいいんだよね。あの、これはインターネットで会った人すべてに言うんだけど、期待するな。インターネット。基本全然違うぞ、写真と。写真と全然違くないのは俺とこれこれさん。これだけ。この二人だけ。マジで違わないから。石川の隆起さんも違う。あ、違う。石川の隆起さんはでかい。思ってるよりでかい。体がでけえ。江戸くんもでかいよせキモちゃんに DM でこういう人がいるとちょっと見て見て,見て,見て。<laughs> おめえら面白いな本当キモくてちゃんとおもろいなおめえらちゃんとキモくていいな今俺が見してもらってるけどこれ言っちゃうと本人にバレちゃうからさ女の子と疎遠になっちゃうから言わないようにしとくけどちゃんとキモいよマジでちゃんとキモい可愛い,いって思われてんじゃない私はじゃあ僕はね なんかそもそも文章でやり取りするのめんどくさいんだよね。なんなら自分のプライベートタイムをさ、その人につく、プライベートって言い方も好きじゃないけど、その、例えばさ、あのー、じゃあ、視聴者と付き合ったってなったとしたらさ、文章でやり取りするのめんどくさいんだよね。もう。で、通話でさ、ずっとつなぎっぱなしがいいみたいなのもさ、もう無理なんよね。そういうのも。 気持ちなんかそういうのがいいっていう人もわかるけどもう無理なんよねもうだいぶ昔から俺16歳ぐらいの時から無理なのよそれいや加工は別にかまわんしその子の顔なんて正味あんまどうでもいいんだけど清潔感さえあれは。 一番無理だね、俺。自分の部屋入ってきて欲しくないし、自分の、なんか、こもりたい時があるのにこもれ、乗らせてくれないとか。で、俺もさ、性格上、頼まれたら断れないイエスマンな性格だからさ、ルームっていうか、そのなんか、あんまり近づかないでほしい。ひもちゃんがハマる女の子ハマる女の子とかじゃないでしょ。優しい人だよ、俺が好きなのは。ハメる女の子は。お前なんか頭の中で、同走人士ばっかりでできてそうだな。言い方が。別に、ってしなくてもいい、最悪。<laughs> ま、したい時も出てくるだろうけど好きになった子だったら。恋愛はゆっくりがいい。お前が恋愛を語るなよ。恥ずかしいから。な恋愛語ってる奴が一番気色悪いからな、男で。なそういう仕事の人じゃないところで恋愛語ってる男が一番気色いからな、世界で。これ俺も含めてな。まあでも恋愛って共通ワードだよな。ほんと共通項だよな。イケメンと付き合いと付き合えばいいじゃん。バチェラーみたいな男は、なんかさ、そういう尺度で見てるのがなんかめんどくさいよね。どうでもいいんだけど。 希望くらいはいいいいいじゃないってうんありだねいい人がいないんだよ。だから言ってんじゃだからできないんだって。何ま、え、何言ってんの自分から探しに行かないと。君たちはいつまでなんかま、町の気分でいるんだい選べないからね、大抵の人は。選べません。 そして選びません。攻めの姿勢です。わからないけど、私には。選べるって考え方、じゃ、え、すごいよな。いや、それはね、わかんない。いや、君たちが可愛い人だったらわかんないわ、正直。俺はわからん。俺は全くそういうのなかったから、あの、そんな選べる立場にないからさ。はい。えー、ということなんですが、今日はですね、なんかお話があるということで。はえなんこれちょ,ちょ、ちょっと待ってください。 ああ、ああ、ああ、そういうことか。いや、ドタキャンね、き、いや、ドタキャンっていうか、なんか予定が合わねえんだよな、よく。ああ、そういうことか。いやね、あのね、まあ、一番のハードルっていうか、ま、あこれ取り上げ、今後は取り上げないようにしようかなって思ってるんだけど、なんか、何時までって向こうに指定があんのよ。いや、合わせろよって思う人もいっぱいいると思うけど、ま、あそれは合わせんのが筋かなって思って、あの、あれするんだけど、 あのー、まあさ、俺の中だとさ、まあ、結構今まで生活してきた中でさ、まあ、大抵仕事とかで学校のさ、あれにもあるけど、基本的にまあ、二十一時、二十二時なんで、寝る前のさ際、暇があるじゃん、その一時があるじゃん、あの落ち着いてるときがあるじゃん。で、そこで通話しようって考えてるんだけど、世間の人はどうもそうじゃないみたい。ああ、なるほどね。あ、別日だって、まあいいや、今日はちょうど時間の関係上、あれだし。 ああお客さんじゃないから合わせてほしいけどね。まあ、ええー、わ。それは。ネタ,ネタ提供してる、いや、そんなもんじゃないよ。うちが T 世だからそういうふうに思われてるんで。思われるんでしょ。いや、本来は、本日の予定だったんだけど、なんか、旦那さんが帰ってくるから、なんか、早めの時間じゃないと無理って言われて、早めに今日撮ったんだけど、なんか、あーなんか、くむけ怪しいなって思ったら、まあちょっと、意味がわかんないわ。 うん、それは早めに撮ったんだけど、なんか、旦那さんか、彼氏が、帰ってくるんだって。うん、はい、というわけで本日のね、いや、まあ、強く言ってるけどね、最近。遅れる可能性ありますよ。何しますよって言ってるけど。で、てめえらが時間合わせねえんだ。バカって思う人もいるかもしんないけど。まあ、そういうことなんで。まあ、ちょっと、あのこう、こういうくだらない系はもうやらんかもな。無理やり入れてたけど、もうやらんかもな。 ああ、いちいちこんなんでスケジュール調整するのもめんどくさいし。はい、ということです。今日はですね、きももちゃんのサブアカウントでお話がありますので、まあ今日やろうと思っていたんですがね、ねはい、よろしくお願いします。 あのね、ご相談がね、こういう風にいつも前に10月るじゃないですか、あの、全然構わないですし、あれなんですけど、あの、日にちをずらしてくれっていうのとか、何度かっていうのもね、わかりますけど、ちょっとね、調整するのめんどくさいんで、あのー、そういう方はね、合わせてくれると嬉しいです。今日はね、実は1個相談を受けてて、一応早めに枠をと、あのー、開いたつもりだったんですけど、ちょっと、まあ、スケジュールが合わないということでね。 うーんまた言われてしまったんで。まあ、それは、いいですけど、やめてくださいね。あの、悲しくなるんで。はい。何のために撮ったんだろうっていう風になっちゃうんでね。え、まあいいでしょう。それはどうでもいいです。はい。ニュースのコーナー不快な気分が多いままニュースのコーナー、今日トゲあるかも。ね、これ。 自称ポケモンカードプレイヤーさん。かねてから出会いを求めていたポケカ女子とついに出会う。ポケカ女子とお近づきになりたいのですが、どういうことポケカ女子って。あ、ポケモンカード好きな人。えー、ポケカ女子にぼったくりバーに連れて行かれました。新宿で合流した後、ポケカをしながら酒を飲める店に行こうと言われたところ、ぼったくりでした。2時間で対戦自体は2回。料金説明は全くなく、主に女性の飲食代です。人間不死になりました。うわ、高タックス30%。66,900。ほう。 皆様、温かい言葉ありがとうございます。しばらく女性と関わることをやめます。DM は常時解放してるので、僕のことを気になったポケカ女子いたら DM ください。いきなり会ったりはできないので、足からず。何言ってんのこいつもだいぶだな。まだ諦めてないのか。やめた方がいいぞ、普通に。なんかリアルで探せばいいじゃん。ネットでもいいと思うけど。みんな、これいるポケカ女子とかこういう、ぼったくりも、まあ、かわいそうだけどね。ペガさ、気持ち悪いやついいんだけど、普通に。<laughs> そういや、思い出したわ。お前さ、なんかそ、あ、 クソイラつくんだけどささなんで返信汚さないのあのー、つい最近さ、多分さ、まあ、ネタツイートだと思うけどさ、まあ、ガチかネタか分かんないんだよね、この人、正直。まあ、よく分かんなくて、なんか、どうなんだろうって思ってんだけど、なんか、マイバックの話で、ちょっと炎上した人いるの知ってるこれ、ネタかどうかも分からないんですけど、多分、ガチっぽいんだよね。 それがこちらね。レジのアルバイトがやばすぎる。スーパーで買い物をしていてマイバッグを持ちながらレジに行ったら、袋をお付けしますかと言われた。だからマイバッグを少し高く上げて、袋が必要に見えますかと聞いたら、すみません、わからないですだって。まさか今話題のバイト。これバイトテロって言いたいの に遭遇するとは、口コミに名前公開って書いてあって、でまあ、本当かどうかは知らないのね。これが釣りなのかどうかはわからないんだけど、実はこの人から DM 来てたの。助けてください。軽く炎上したのですが、何が間違ってるのか教えてほしいです。っていう風に来ていて、本人から来てたの。 あそうなんですかと。通話にてお話を聞かせてくださいますかっていうふうに言って LINE 送ったんですよ。そしたらですね、今はできないです。すいません。ストーカーに悩まされていて、怖いです。何とかしてほしいです。と。できれば配信で僕の味方を増やしてほしいです。お金払うんでうまいこと言ってもらえませんか話をお聞きします。嘘でもいいので擁護してください。つってんの。 お金はいただかなくともお話をまずお聞かせくださいと。LINE メッセージください。今配信してるので何度かします。いや、とりあえず、この方は炎上してるんだけど、俺は何か悪いのかわからない。しょうもないみたいな風に言ってほしいです。日本語わかる。了解です。嘘です。嫌です。とりあえず LINE できます。嫌です。信用でき,できないので、とりあえず用語だけお願いします。っていう風に言ってんだけど、これ、ムカつくから普通さしていい珍しく。いや、マジでムカつくんだけど。よちょっとみんな拡散してくんないなんなんこいつだ。 よし。珍しくツイートするわ。<laughs> よし。ちょっと待ってくださいね。今、ツイート。これさ、俺大丈夫これわかる少し前に炎上したコンビニのレジ袋の人、思ってたよりやばい人で腐って。これわかるよねだ、いたいわかるよね何を言ってるかだいたいわかるよね写真は載せる、載せる。少々お待ちを。これね、意外とめんどくさいんですよ。スクショ乗せんの。これでいけるかな来た。 よし悪いけど普通にムカつくんでね。ムカつくっていうか失礼すぎだろ、お前。どういうことなんや、こいつ。よーしじゃあみんなリツイートしてくれるなみんな、乗せたぞいけーはセンディングツイート、あ。よーよしみんなリツイートしろしろしろいけいけいけーうーん。春は固定コメントに。 いけーみんなあ、早い。固定コメント。うん、しときましたよ。悪いですけど。これ、訴えますとか来るんで、別に訴えてもらっても構わないよ。これ、やばい人で腐って言ってるだけなんだけど。なに人のこと買収しようとしてるんや。あ、ありがとう。早い。今日、早いぞ、リツイートが。<laughs> 早いぞ、みんな。今すぐ行ってこい。固定コメントにツイートがあるから、着物ちゃんのツイッターを開いて。 うん。ちなみにこれツイートのコーナー結構頻繁に行います。今日から。ツイートのコーナー、TikTok のコーナーって、あの、どんどん増えてきます。やることが。悪いですけど。あざっす。早い。今日は。早いねー。リツイート、あ、ちょっといいねとリツイートしてきてください、皆さん。あ、これもしかして皆さん、あれですかあ、これね、リツイートいいねしないとこういうことになります。うん。あー、みんなこれやっちゃってますわ、皆さん。うん。 これリツイートいいね限定でこの人のとんでもない画像を見せます <laughs> うんええこれやばいですああこれチンボ見しちゃってますわ賞味バンされないように対策してますけどええー、これツイッターの固定コメントでねうんえー、これ大丈夫パンツ履いてないけど わ悪いけど大丈夫うーん。ただいまうん。やばいよね。ーーこれ消されますね、もうすぐ。やばい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 、うん。えー、ぜひともリツイートしてください。うん、君たち、あれだよね。ただ見てるだけの、足しになり下がらないでね。ただ見てるだけへ随分となんかあれだね <laughs> い。いや、そんなことはない。ショックです、僕は。いつもより多いんですけどね。 でこいつさ、買収しようとしてるよね。お金出すんで、ねお金出すんで、うまいこと言ってもらえませんかすごいよな。で、何万なんだろうね、買収。買収の意図は。うん。なんで、肝モちゃんが買収されるわけねえだろって。お金出せば擁護してもらえると思った。<laughs> ああ。そうだろうね、おそらく。でもね、今のすごい演出って何ですか今のはね、あのー、あれです。悪いですけど、とんでもないスクリプトを組んでます。やっぱこの世は金なりなのか。 偉そうな客いるしねって。ネタなのかなって。いや、てかさ、高く上げて何も言わないで分かると思ってんの。分かると思ってんの。事実は小説よりもきなり、ツイートで悪口言われてるえ俺が何こいつから喧嘩おられてんのいや、分かんないですけど。いや、この人は返信くれればよかったのにね、話聞くっつってんのに聞け、あの、何も言わないからな。はい、えー、というわけでですね、皆さん、こういうコーナーもこれからやっていきます。 でね、ありがとうみんな。いいね、リツイートしてくれた人。まあもちろんリツイートの方ね。フォローします。はい。ありがとう。ランダムでね。ありがとう。あまあまちゃんさん。これ一日だけフォローします。ありがとう。あ、もうこれあのー、協力してくれない人はね、あの、いただきませんので。悪いですけど。うん、ありがとうねえ。あ、米子さん、ありがとう。あ、リツイート増えました。いいね増えました、これで。リツイートも、いいねもしたのに、この人のちっちゃい、そんなチーみたちゃいの